はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の、音楽やアーティストを中心に僕が誰からも、頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっております。今回はラジオ放送版ということでですね、毎日動画とラジオを交互に繰り返してお送りしております。このラジオ放送版ではですね、一曲について深く、歌詞、特に歌詞ですね、音楽性とかを、歌詞を、紐解いていこうじゃないかというコンセプトでやっております。今日も素敵な一曲というね、ことでご紹介したいななんて思うんですけども、すっかりですね、東京も暖かくなってきまして、桜なんかもね、この間目黒川ね歩いてましたら、桜がすごく綺麗に、咲いておりまして、今年は花見なんかできないんだろうなということででございましてね、花より団子な私でございます。そんなことはいいんですけど、ですね、3月ももうちょっとで終わるということで、もうほんと早いですねというね、そしてもう4月になるわけですね。ここ最近ですね、この、ラジオ放送版でもそうなんですけども、動画の方でもですね、こう卒業ソングとかね、要は新たな旅立ちっていう意味で、テーマをね、結構がっつり広めにとって、お届けしましたけども、今回はですね、その総集編といいますか、人生の旅立ちに、とっておきの、楽曲、こちらを紹介したいと思います。今回が紹介する楽曲はですね、浜田省吾さんの日はまた昇るでございます。浜田省吾さんといえば毎度おなじみ、この YouTube チャンネルには、出てきております。もちろんね、新曲この新しい朝にのね、解説した動画も、ありますので、そちらも見ていただきたいですし、これまでですね、浜田省吾さんの、歴代アルバムを、紐解いていこうというアルバム誌なんていうものをずっとやっておりました。そしてね、浜田省吾入門なんていう動画も出して、結構浜省についてはいろいろこのチャンネルでは語ってきたつもりではいるんですけども、いろいろとですね、やっぱりこう一曲一曲深く、浜省の曲をね、ちゃんとこう自分の考えとして、表現するっていうのはあまりなかったわけなんでね、今回はこういい機会でもあるんでね、ちょっと一曲について紹介したいなと思いますけども、今回なぜこの日はまた昇るを選んだのかという、ことなんですけどもね、僕の方のアルバム誌なんかでも、セイバーワーシップというですね、浜省の、2001年の発売のアルバムかな、あれでね、日はまた昇るという楽曲について触れたんですが、改めてやっぱりこう旅立ちとかね、その新社会人ね、新学生、新学期っていうんですかね、新しいそういう人生のステージに向かわれる方に向けた応援歌、そしてですね、普遍的な毎日を過ごされてる方の方が多いわけですよね。要は3月ね、4月から新しいね、要は年度だと言っても、普通にお勤めしている方もそうですし、学生の方なんかでも、別にそう4月になったからって言ってね、別にその会社でのこう移動があるのかっていう、それぐらいなもんで移動もない人もいるだろうし、転職っていう方もいるんだろうけども、こう新たにね、なんかこうそんなにパッとしないなっていう、なんかそんな新しいっていう感じの環境が一気に変わるかっていうと、そういう方ってなかなかそんな多いとは思わないんですね。ただそういう普遍的な毎日の中にもやっぱりこう彩りというか、新しくやってやるっていうこうやる気をね、もたらしてくれる楽曲ということで、今回、日はまた昇るを選ばせていただきました。この時期なんでね、他にもいろいろ考えたんですよ。家路がいいかなとかね、その君が人生の時がいいかなとか、誰かどこかでもいいなとか、旅立ちの朝でいいなとかね、いろいろこう明日なき世代もいいなとかいろいろ思ったんですけど、やっぱこの曲だっていうことでね、選ばせていただきました。日はまた昇るはですね、一応ですね、1998年に、シングルとしてですね、詩人の鐘と、一緒に出されたわけですね。詩人の鐘は、たがために鐘は鳴るというアルバム収録の楽曲を、リメイクした、やつでございましたけども、両 A 面シングルということでございましてね、本当にすごい、ギリギリ90年代ということでございまして、で、2001年にセイバーシップというアルバムに入っております。ちょっとこう、バージョン
ージョンというかアレンジが異なっているんですけども、まあ、非常に2曲とも聞き応えのあるものになっております。やっぱりこう爽やかなサウンドっていうのももちろんですし、まずそもそもこの歌詞っていうのがね、僕は結構背中を押されるんですけど、個人的にね、この歌詞っていうものが、やっぱりこう集中して伝わってくるような、そんな音楽性にもなっていて、で浜翔のね、なんかこう聞きやすい音楽っていうか、聞きやすいその声っていうかね、そういうものにも非常に合ってる、楽曲かなと僕的に思います。なのでちょっと今回は歌詞に絞って、ちょっとお届けしたいんですけども、まあ毎度言ってますけども、この歌詞というのは、人それぞれ捉え方っていうのは違いますから、あくまで僕目線の歌詞の捉え方で、皆さんと共有していこうかななんて思います。はい、では早速行ってみましょう。このね、出だしがいいんですね。出だしがこう静かなところから、浜翔の声がやってくるという、この出だしによって急にこうなんか異次元へ飛んだかのような、ちょっとこうオールディーズの世界なんかも漂う、まあそういうなんていうかね、ちょっとこう現実離れした部分っていうものが一気にこう出てくる、そんな場面になっております。一番の歌詞行ってみましょう。海鳴りの聞こえる丘で青空を見上げて思う、この旅の途上で愛した人の懐かしい面影を、ということで、まあ、いかにも、人生というね、そういう壮大なテーマということを物語っている、一発目の歌詞でございます。まあ、海鳴りの聞こえる丘っていう丘っていう、まあ、すごくこう、ロマンチックな場所でもあるんですけども、で、青空を見上げて思う季節はきっと、まあ、青空だから夏とも捉えられるし、まあ、この時期春とも捉えられる。で、やっぱり天気は晴れているっていうことですね。で、この旅の途上で愛した人の懐かしい面影を海鳴りの聞こえる丘で青空を見上げながら思ってるんだということでございます。まあ海っていうのはやっぱりね、浜翔の曲にもいっぱい出てきますけども、まあ海っていうのは不思議なものでね、なんかこうぼーっとしてるといろんなことを考えてしまうんですよね。僕もなんかね、この間ね、あそこ行ってきたんですよ。またまあ月に一回くらい行ってるんですけどもね、自分の人生をリセットする意味でも、江ノ島の方にね、ちょこちょこ僕行くんですけどもね、車でパーンと行ってね、それでこう何もせずにね、コーヒー、ファミリーマートで一杯105円のコーヒーを買って、110円のコーヒーを買ってね、そこでぼーっとするっていうね、その感覚に近いのかなと、こう勝手に共通点を探したいという年頃でございます。まあそんなこといいんですけども、まあそういうね、なんかこう海を見ながら、まあ別に海じゃなくてもね、なんかこうぼーっと物思いにふけて、この自分の今までの人生の中で出会ってきた人たちっていうものをこうちょっとこうなんだろう、考えるじゃないけど、思い浮かべるみたいな、そんなことって皆さんの中にもね、きっとあるかとは思います。はい、そして続いての歌詞いこうと思います。今日まで何度も厄介なことに見舞われてきたけれど、今もこうして暮らしてる。これからも生きてゆけるさ。夕日が空を染めてゆく。明日の朝も日はまた昇る。俺がここにいる限り、俺がそこにいようといまいと。いい歌詞ですよね。こう非常にストレートな、言葉で始まるわけですね。懐かしい面影をこう海を見ながらぼーっと思っていた主人公が、そのぼんやりと思っていたのが急にこう抽象化されるわけですよね。どんな、人だったのかとか、まあ、どんな人生の中でどういう時にその人たちと出会ったのかとかね。で、今日まで何度も厄介なことに見舞われてきたけれどって、やっぱりこれってなんだろう、浜田翔吾さんの年齢的な部分もあると思います。やっぱ年を重ねていけばいくほどいろんなことが起こってくる。で、それでやっぱり物思いにふけるこう時間とか、こう思うこの深さっていうのがやっぱ違うわけですよね。で、今もこうして暮らしてる。これからも生きていけるさ。ね。なんだろう、その、例えば、いいことも悪いことも、まあ、特に悪いことなんかがそうなんですけども、今めちゃくちゃこう辛いと、もう、本当にもう今もうお金もないし、友達とかそう人間関係も希薄だし、恋人もいないし、もう俺はどうしたらいいんだこの苦しい状況とかね、今の僕にも似てる状況なんですけどそんなことはいいんですけど、まあ本当になんかどうしようもないこう暗闇の中にいた時に、要はですね、特に大事なのが、過去になるまで待つということが多分大切なのかなと思うんですね。やっぱりこの歌詞にも言われてる通り、いいことも悪いことも結局過去になってきますよね。で、その物思いにふけるための材料として、認識すれば、
なんとか前に進めるんじゃないかっていう僕のね、勝手な持論があるんですよ。結局未来で笑えるようにしようなっていう、未来で笑えるようにまあ取っておこうっていうね、そのために生きるんだと、今のこの苦しみっていうものを将来笑うために生きるんだと、将来それで酒のつまみにしてね、ガヤガヤ喋ることのために生きている、今この辛さを乗り越える、まあ乗り越えるというか時が解決してくれるっていう場合もありますけどもね。だからそういうなんていうのかな、今日まで何度も厄介なことに見舞われてきたけど、今もこうして暮らしてるからこれからも生きていけるんじゃないかというふうに思ってるってことは、本当にね、どんな苦しいこともずっと、時が経てば過去になり、その過去っていうものを、厄介なことあったなって思える瞬間まで生きるってことが大切なのかなと思ったりします。でね、夕日が空を染めていく、明日の朝も日はまた昇る、俺がここにいる限り俺がそこにいようといまいと、まあここも深いんですけれどもね、やっぱりこう人類とか人間っていうのはですね、非常に、自分の中では大きなね存在としてこう自分っていうものを見てるかもしれませんが、世界規模で見たらたった一人の生き物なんですよね。で、要は日は毎日昇っていきます。朝が来る、そして夜が来る、また朝が来るの繰り返しです。で、僕がね、例えば死んだとしても、結局それは地球の、自然現象っていうのはもう何の顔色変えずにね、別にちょっと太陽の出る速度が遅れるとかね、そんなのも全くなしに地球という自然界の法則に従って、太陽というものは昇るということで、自分っていうものは、要はちっぽけな存在なんだというね、ことも、ここでは言われてると思いますし、同時に、要は日々ね、やっぱり毎日繰り返されていくことは基本的に単純なことなんだと。だから自分自身がどんな辛い状況にいようが、どんな悲しいことがあろうが、他の世界、周りの世界、ね、太陽だけじゃないですね、自然、草も木も、そして生き物たちも、何も変わらずに、自然の法則の中で動いているということですね。なので、これもね、一つ、こう、悩みのね、なんとか嫌なことがあった時の、ちょっと考え方、モチベーションの一つとして持つと、非常にリラックスできる、ことかなと思うんですよ。やっぱりこう、もう当たり前に過ぎていくんだと、別に僕がどうこうしようが、他の人から見たら意外とそんな大したことないんだよっていうね。なんかそういう、なんていうのかな、考え方っていうのも、こう、非常にこう、ちょっとリラックスできるんじゃないかなと思います。なので、僕はこの歌詞っていうものをそういう風に、捉えて、ちょっと自分の中でもモチベーションを上げるようにしております。はい。そしてですね、激しい川の流れを静かに見つめてという歌詞でございますけども、この川っていうのもね、もちろん、普通の物理的なね、自然界の川っていう、川もありますけども、ただ僕的にはやっぱりなんていうかな、いろんな捉え方がありますよね。なんか自分の人生のスピードというか時間の流れとかね、それも一つのこう激しい川の流れっていうものを静かに見つめてる。さっきね、主人公は過去を振り返っていた主人公がいましたけども、今までこう意外とあっという間だなって思ったりするわけですよね。なんかもう僕も冒頭でも、3月かとか4月かとかね、そういうなんていうのかな、時の流れっていうのはこう過去になると意外と早かったなと気づくものですよね。で、そうなった時に、要は激流の中にいたんだなってこう後から思うわけですよね。いろんな厄介なことがいっぱいあったりとか、嫌なことがねあった過去、それはもう激流の中を僕は生きてきたんだと。で、今は激流からちょっとこう俯瞰した立場にいて、その過去、辛かった過去とか良かった過去、いろんなことがあった過去っていうものを川の流れを眺めているように、激しい川の流れを静かに見つめているように、まあ、見ているということですね。はい。そして続いての歌詞ですね、闇の向こうに何があるのか誰一人わからない、わからぬことを煩うよりも今日この時を生きていたいということで、今度はですね、未来になってくるわけですね。さっきまでこう過去、いろんな人と出会ってきてとか、当たり前に自然界というものは動いていて、過去っていうのも、要はね、その後から笑えるようにするために生きるんだみたいなね、そういう僕は勝手にイメージを連れ取ったんですけども、次のこの闇の向こうにという歌詞からは未来になってくるわけですね。未来っていうのは不安ですよね。明日何起こるんだろうとかね、このまま行ったらどうなるんだろうとか、俺の将来このままでいいのか不安なのかとかね、いろいろありますけども、ただわからないですよね。未来を予言できる人なんてこの世に誰もいないわけですよ。で、わからない
だから分からないことを考えるよりもね、そんなことを深く追求するよりかは、とにかく今この時というものをより彩りのあるものにしていこうというね、まあ直訳するということかなと思うんですけども、やっぱその考え方もねすごく大切だと僕も思うんですよね。生きる上で、やっぱり未来っていうのは気になるけども、まあ分からないんだから、今じゃあ未来に向けて、どうこうとかではなく、今できることを全力でやっていけばそれが自然と未来というものにつながってくると。どういう風になるかわからないけど、何かしらの材料を影響として今やってることっていうのはつながってくる。だから未来どうなるという結果を追うよりも、今生きてるというこの現状というものを、とにかく充実したものにしようぜということかなと思いますけども、はい。そして続いての歌詞、川を渡り谷間を塗って頂を越えてということで、これも旅の、状況ということですよね。川を渡る、谷間を縫う、頂を越えて、まあ旅をしたりとか歩きながらね、こういろんなこうなんていうんですかね、こうアクシデントがあったりする、まあ人生山あり谷ありなんか言いますけども、まあそんな紆余曲折する人生の中で、さっきの歌詞ですよね、要は未来のことを深く考えるのではなく、今目の前にある川を渡ろう、そして今目の前にある谷間を縫おう、そして今目の前にある頂を越えるためにどうするか考えよう、まあそういうことをね、伝えてるのかなと思います。続いてですね、長い旅路のいろんな場所で数え切れぬ人に出会う、誰もがみんな自分の人生と戦っているということでね、ここがねまた僕好きな歌詞なんですね。やっぱりいろんな人と出会ってきますよね、人生の中でね。本当にいろんな人と出会います。で、この誰もがみんな自分の人生と戦っているっていうね、この歌詞がすごく僕ね響くんですよ。っていうのもですね、やっぱりこう自分が辛いとか、自分がこう苦しいっていうのはすごくこう自分事として捉えるのは簡単なんですけど、他人の痛みとか他人の苦しみっていうのに気づくとはなかなかね、ちょっとこう難しかったりするじゃないですか。人の気持ちっていうのはそう簡単には理解できないと。ただ、自分と似たようなこういう人生のモヤモヤとか、喜び悲しみいろんなものを背負ってるんだよという、ものは、理解しておいた方がいいのかなと思います。人間だからね、やっぱりこう自分の中にも、宇宙があるように、一人一人歩いてる人、そこら辺にいる人の中にもそのいろんな宇宙がいてあって、そこでこう複雑なね、いいことも悪いこともこう背負いながらみんな生きてるということですよね。だからまあ、変な話で言うとね、今日もね、電車乗ってまして、東京都の、中央線というところに乗ってましてね、なんか朝、早朝乗ったんですけどね、早朝からね、缶ビール片手にベロンベロンに酔っ払ったおじさんがね、入ってきてね、なんかもうちょっと、うわ、うわ、とかなんか言ってるんですよ、ベロベロで。そういうの見るとね、なんか、ちょっとだらしないなとか思うんですけども、ただその人の中にも、いいこともあったり、辛いこともあったりして、複雑な宇宙の中で今自分の人生と戦っているわけですよね。それで多分たまたま今日というタイミングでなんか嫌なことがあったからやけ酒しようってね、友達の家で飲んだのかわかんないですけども、それで結局朝を迎えてああいう状態になったっていうね。改めてね、こう嫌なことで嫌なやつだなとか、嫌なことされたらこの人の人生のね、ストーリーを考えるっていうのもこれ一つね、なんていうんですかね、ちょっとこう解消になるというかね、自分があんまり嫌な思いをしすぎないというかね、そういう風に思うんですよ。なのでですね、こう一人一人もやっぱり自分の人生と戦っている一人の人間なんだということを、ちょっと考えるだけでも、あ、なんか人の見方って、あ、こいつこうだけどこういう一面もあるんだろうなっていうね、そういう見方も変わってくるのかなと思います。はい。そしてですね、続いての歌詞、ここがもうまたちょっといいポジションに入ってくるんですよ。歌の中でもすごくこう今までこうリズムもね、こう割と同じようなリズムで来てて、そこで急にねパッとこう荒野に開けるような感じで、始まる歌詞がこちらでございます。荒野にね、一人君は立ってる、行く道はいくつもある、だけどたどり着くべき場所はきっとただ一つだけ、どの道を歩いて行こうと君は君の、その人生を受け入れて楽しむほかない、最後には笑えるようにという歌詞でございます。ここですね、本当僕、中学生ぐらいか、から浜田省吾さん、ずっと聞いてるんですけども、その当時はね、この歌詞ちょっとよくわかんなかったんですよ。行く道はいくつもある。だけど、たどり着くべき場所はきっとただ一つだけ。
これどういうことだと思ってたんですよね。なんか自分もそのいろんなやりたいこともあるし、いろんな道もあるだろうと、就職する道もあるし、就職しない道もある、ミュージシャンを目指す道もあれば、目指さない道もあるっていう、いろんな選択肢がある中で、ただ夢っていうのは、一つであるけども、このたどり着くべき場所はただ きっと一つだけっていうの、これちょっと違和感を僕覚えたんですよね、この歌詞について。で、どの道を歩いていこうと、君は君の人生を受け入れて楽しむほかない、最後には笑えるように、たきっとただ一つだけ、夢一つかみたいなね、ってちょっとこう思ったりしたんですけども、ただここで言われてるのって、具体的な、例えばじゃあ僕がミュージシャンになるっていう夢ではなくて、きっとただ一つだけの、この一つだけが指しているものっていうのは、多分そんなに具体的なものではないと、普遍的なもんだと、要は幸せということなんじゃないかということで僕は置き換えたんですね。そしたらしっくりこの歌詞が来るんですよね。荒野に一人君は立ってると、行く道はいくつもあるんだと、まあいろんな人生の道はあると、だけどたどり着くべき場所はきっとただ一つだけ。うん、僕はこれをね、ミュージシャンと思ってましたけども、ただ人たどり着くところは幸せというところなんだということを考えてみれば非常にしっくりきたわけですよ。で、どの道を歩いていこうと、君は、君のその人生を受け入れて楽しむしかない。だから夢って叶う叶わない別として、自分がちっちゃい頃に思い描いてた夢っていうのは、多分いろんな形で変わっていくのが人生だと。最終的にはここに行かなきゃいけないというカーナビでいう目的地設定というものはするんだけども、必ずしもそこにたどり着くわけではない、ということですよね。で、たどり着かないけども、ただそのいろんな選択肢、いろんな道がある中で、いろんな人たちと出会って、そして自分のこの幸せの定義というものが徐々に形成されてくるわけですよね、人生の中で。そうなった時に、最後には笑えるように、最後ただたどり着くべき場所は幸せ。ってことは、人っていうのはどんな形であれ幸せというところに向かっていかなきゃいけないということですよね。だから幸せに向かうために、今という日々を生きなきゃいけない。だから僕はこの歌、一貫してですね、幸せな人生を送るためのレシピだと僕思ってるんですよ。まあ、ここまで聞いてくださった方々はね、なんとなくわかると思うんですけども、嫌なこととか苦しいことへの対処法とか、考え方っていうものを、だーっとこう言ってる歌詞なんですよ。で、最後たどり着く場所はただ一つだけ、最後には笑えるようにということで締めくくられてる。で、ってことは僕はこの歌一貫して、人生今辛いこととかあるだろうけども、こういう風に人生というものを切り開いていって、過去はこう、未来はこうとかっていう風に考えていって、最終的に君が幸せになればいいっていうことを提示してくれてる、そのための道しるべになることを言ってる歌なんじゃないかと僕思ったんですよ。で、日はまた昇るね、歌詞にもありますけども、日はまた昇るっていうね、なんかまた明日が来るから頑張ろうみたいなね、そういうイメージもあるかもしれないですけど、日々っていうのは単調にこう何もね変わらずに繰り返されていく、君がこのようにいようがうまいが、ただその中で君が行く場所っていうのは幸せというところだと。で、その幸せに行き着くためには、まあ普通に何も変わらない日々の中で、今という時間を大切にして、なんていうかね、こう出会ってくる人たちって大切にしてね、生きていく、無我夢中で駆け抜けていけば、自然と幸せというところにたどり着く。だからあなたが目指すのは幸せだよ、ということを僕はこの歌を通して言ってるんじゃないのかなと思いました。いろいろ賛否両論あるかと思いますが、でですね、今回ちょっと長くなってしまいましたけども、ちょっと今回は、日はまた昇る浜田省吾さんの、楽曲紹介しました。皆さんなりの解釈っていうのも、コメント等でお知らせしていただければなと思います。ということで今回以上になります。ありがとうございました。